俺は奪う側の人間だ。才蔵は私にとってあったかい光だから。真田の領地汚す奴、許さん。死ぬけの甲賀が即殺。我が名は服部半蔵、生きては解散。闇から闇に渡ることがあっても死ぬまで表に出るのだ。私たちが何をしたって言うの。俺が自ら風を起こす。殺せ。しばし私と遊んでもらおう。強くなる誰かのため。あとには引けねえんだよ。この真田幸村には両の手の指だけの10人の勇士がいるのだ。